こんばんは、監督の今聡です。パーフェクトブルーは大変ひねくれたアニメーション映画です。映画の随所に散らばる映像的な仕掛けに的を絞って今回はご紹介したいと思います。ただしあくまで私自身がそう考えていたということであって、決して映画の正解ということではありません。さて第1夜は主人公霧越美馬の日常生活や彼女がアイドルから女優への転身を図る岐路に立つまでを解説してみましょう。こんばんは、パーフェクトブルー講座へようこそ。今日から3夜連続でアニメーション映画パーフェクトブルーについて今聡監督をお招きし、一度見ただけではわからないような映画にある数多くの仕掛けをご紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーフェクトブルーの監督今聡です。パーフェクトブルーはもう今から10年ほど前に作った、映画なんですが、当時、パーフェクトブルーが公開された当時にこう平沢進さんのこう救済の技法というアルバム、後に、私が監督する千年女優や、妄想代理人や去年公開されたパプリカの音楽も担当してくださった、平沢さんの、7枚目のアルバム救済の技法で、これそのチラシなんですけど、ありがたいことにこう私こう宣伝文句を書かせていただいてるんです、ね、で他にはあの三浦健太郎さん、ベルセルクの、宮村優子さん、宮村声優さんで、山岸涼子さんで、私なんです。こう三浦健太郎さんはこう漫画家、宮村優子さんはこう声優、はい、山岸涼子さん漫画家で、私だけがね、パーフェクトブルー監督って書いてるんですよね。あの、私職業パーフェクトブルー監督っていうあのひどく限定されたそのぐらい私にとってあのもう専門家ということですから、今日の講座でもってその本領を発揮してみたいなと思っております。はいはい、申し遅れましたがアシスタントを務めます永井瑠奈です。それではパーフェクトブルー講座第1夜です。実はですね、はい、今日はあの手掛けに新聞を開いておりました。私天秤座なんですけど、 あまり星占いとか、ね、信じるようなおっさんじゃないんですけれども、天秤座を見たらですね、今日は間違いを人に教えそうと気づいたら早めに訂正することっていうのが出ておりましてね、はい、結構この講座のことを言われてるんじゃないかと思ってややドキドキしてるんです。で永井君は、はい、噂によると、私が入手した情報によると、双子座、はい、で双子座も一応メモしていきました秘密が漏れる時、今日ですか、言い訳や理論武装をしておくこと、わかりました。なんとなく合ってるような気もしますね。不安になってきますね、まだ始まったばっかり、はい、ね、頑張ります。パーフェクトブルーのような、ね、迷路に、陥らないように進めたいと思うんですけれど、はいはい、パーフェクトブルーというのは、まあ、先ほどもちょっと紹介しましたがけれども1998年にまあ公開されました。で作ってたのが大体1995年の後半から97年の夏までと。で、当初予算1億、70分のビデオアニメ、制作期間1年と、言われてたんですけれど、予算は1億を、はみ出しまして、トータル70分の予定がこれもはみ出しまして82分に、オリジナルビデオの予定だったのが劇場公開されてしまう。しかもアニメーションなのに R15 っていう、はい、知ってますか。はい、15歳以下は見ては15歳見ちゃダメと、14歳以下15歳以下は見ちゃダメと、誰に向けて作ってるんだっていう話ですよ15R ってね、本当に AD にバンって反抗されちゃったんですけど、そんなことについてもなぜそうなったのか、おいおい触れていきたいと思うんですけど、はい、で、まあ、これは竹内義和さんの原作小説パーフェクトブルーというのがあって、ただ私未だに原作を読んだことが
ないんですよ、それはあえて読まなかったんですか。あえて読まなかったっていうとなんかクリエイティブな匂いもしてくるんですけど、見せてって言ったらないこれから書くって言われたんですけどいや本当は昔、ずいぶん前に書いてたものがあるらしいんですけど、当時本という形でまだ出版されてなくて読めないで、ごくその原作小説に近いと言われるようなシナリオがあって、それを読んだんですけれども、これはもう大変流血が多いスプラッターホラーのような内容でですね、ずいぶんその割には流血してましたけど、こちらでもそういうのはちょっとさすがに私には向かないなということで、原作からはホラーであること、B 級アイドルが主人公であること、でそのストーカーが出てくる、でこの3つだけ守ってくれればあとはストーリーは自由にしてよいということだったので、はい、同時に初監督っていう餌にもう思いっきり釣られましてですね、引き受けたと。で実は直前まで、私漫画家をしておりました。アニメーションの仕事に関わったのが25、6歳の時なんですけど、それからしばらくアニメーションの仕事をした後で今度また漫画家の生活に戻りまして、漫画を描いていた時にこのパーフェクトブルーの話をいただいた、で漫画を連載しながらアニメーションを作るっていうのはまず無理だと思ってたら、なんと連載してた漫画の雑誌が潰れてしまいまして、廃刊になってしまった、はい、これはもうこれ幸いとばかり渡りに船とばかりですね、アニメーションの仕事を引き受けたと。遊園地で子ども向けの戦隊もののショーが行われていて、その外でアイドルグループチャムのファンがたむろして噂話に興じているというシーンです。はい、でどんな映画でもファーストシーンは重要ですよね、はい、ファーストシーンがつまらないと興味を持てないし引き込まれないじゃないですか、でなんで映画を作っているものとしてファーストシーンというのはいつも頭を使うところで、これ初めての監督映画ということもあってね、非常に、頭を使いました。で、まず先ほどちょっと申し上げたようにサイコサスペンスと、はい、でおそらくその、制作中からこのパーフェクトブルーというのができたら最高サスペンスアニメというようなことを言われるだろうと。別に私が最高サスペンスを作ってたつもりはないんですけど、レッテルっていうのは貼られるもんじゃないですか。で、制作中から、はい、別に私は最高サスペンスを作ってるつもりはなかったんですけど、出来上がったらそう言われるだろうと。で当初はそのオリジナルビデオアニメということで作ってたんで、通常アニメビデオを借りてみようっていう人は週末にレンタルビデオ屋に行って、なんかちょっと怖そうなアニメでなんかリアルっぽいぞっていうのがあって、こう撮ったとするじゃないですか。で家に帰ってさあ見ようかなと思ってこの映画出てきたら間違ったのを借りたのかなと思うじゃないですか。私最初こういう映画なのかと思いました。ほらこういう戦隊ものの、なんかいいお客さんだな。正しい反応です。最初ある程度のところまで思っちゃいましたね。ですよね、はい、そういう引っ掛けを狙ったシーンでもあるんですよ、これ、はい、子供向けかよ、うん、子供向けなんですけど大きいお兄さんという子供に向けて作られた、はい、ね、はい、そういう映画なんですけども、で、そういう目論見もありつつでと同時にですね、これは中に人が入ってますよね、きっとね、本当だったらね、つまりそのマスクをしてると。あマスク仮面です、ね、仮面、仮面、そのテーマがこれからの映画に関わってくる。その通り、大変飲み込みのいい人ですね。で映画の冒頭で、はい、映画といっても一本 の, その創作物で、はい、その例えば、論文、あなた今困ってるらしいじゃないですか、論文 で,、はい、で論文書くときにまず最初に解説というかその、イントロがありますよね、はい、こういうことについて書きますよと、うん、書きますよね最初に。つまりそれなんですね、その役目を、はい、これから始まるのはその、仮面の話であると、うん、
ため。それは観客に気づいてもらおうという意図でやってたのか、それとも監督だけが知りたくて、や知りたくてというか、監督だけが分かってればいいことなんですかね。私そのことには全く気づかなかったんですけど。それで良いです。こういうのは、作ってる方が演出するときにどういう態度でやっていくかという部分で大事なことで、お客さんにとっては2回目見たときに、気づいてもらえればいいかなと。で、仮面というのはペルソナと言いますね、はい、でペルソナご存知ですか。役とかいう意味もあります。そうですね、自分がしている役割、ラテン語、元はラテン語でして、はい、仮面の意味なんですけど、はい、英語でパーソン、はい、パーソナリティ、はい、PERSON、 あれがペルソナから来てる、語源がみんなペルソナ、はい、つまりその、仮面という意味合いと それが表す人や人格というものを含意していると、はい、で、要するにパーフェクトブルーというこの映画は人間がつけているペルソナについてのお話ですよというような小難しいことをこのように子ども向けの画面で描いたというところにあまり意味はないですね。でもそのぐらいのことはやっぱり考えて作るわけでして、そういう何かこう自分なりの引っ掛けというのをここに込められたんじゃないかなと思っています。ちなみに RGB になっております、ね、レッド、グリーン、ブルー、ね、RGB パワートロンって一応私で名付けてたんですけど、でこれが、戦っている、スペシャルアタックというとですね、このやっつけられる方が、これがキングバーグ、私が名付けました、はい、このキングバーグっていうのはどこから来てるかっていうと、これバグなんですね。バグの王様って意味なんです。つまり RGB のパワートロンたちが戦っているのはですね、ネットワークのおそらく平和と秩序を守るために戦っていて、そこに要するにバグの王様が現れて、ネットワークの秩序が乱れていると、それと戦っている。つまりそれ自体もそのメディアの中でやり取りされるその主人公が、バグによって、悪質なファンというかね、いびつなファンによって今という主人公の人格、人間性みたいなものにどんどんバグが生まれていくというような意味を込めておりました。でそんなことが分かるわけないですよね。そうですね。でもそういうふうに思って作ってると、どんなことにも自信を持って答えられるんです、監督っていうのは。何しろいろんなことを聞かれますからね、はい、何の意味があるんですかとスタッフに聞かれた時に、アニメーション作るのがなかなか苦労が多いですからね、わざわざ大変なことをするときにですね、こういう意味が あるんだ、口ごもらないように、と言いつつ今私の中では星占いの間違いを人に教えそうっていうのがよぎっておるんですけど、でも本当にそういうようなことを考えながら演出しておりました。じゃあありとあらゆるシーンにそういう監督の意図みたいなのは入って。その通り。全く入ってないようなシーンっていうのはもうない。ですね、アニメーションってね、書かないものは出てこないんです、ね、実写の場合、映っちゃったってことはありますよね。もちろん意図を持ってこう映してるけど、でも意図を持って映したからといって、例えば空に浮いてる雲の形まで意図したとは言えないじゃないですか、アニメーションの場合は全部意図ですから。で意図がないものは出てこない。下手な絵っていうのはありますけどね、しまったっていうのはあるんですけど、基本的には全て意図を持って描かないと。何しろ絵を描くときには何がしかの意図がなければ描けない。じゃあ漫画を描いてるときも一コマ一コマ常にそういうのはあったんですかね。最初のうちはね、ついただ描いちゃったっていうのがあるんですけど、いろいろ仕事をしてくると全てには意図がなくちゃいけないんだなというふうに気がついて、だんだんと油断した絵が出てこないようになってきました、チャムのコンサートシーンの間に主人公霧越美馬の日常生活や
彼女がアイドルから女優への転身を図る岐路に立っているという状況が紹介されます。ファンの前でミマはチャムを卒業することを宣言し、ソロで歌うバラードの間に卒業を惜しむファンの様子やミマの家路が紹介されています。はい、このシーン、ステージシーンと、ミマの日常が交互に出てくると、はい、でまあ変わった表現ですよね、少々ね、コンサートっていう、まあ、晴れの舞台なんですけど、それをこう堂々と見せるというのも手なんですけれども、ここでは、そういうコンサートっていう彼女にとっての晴れの舞台と、日常っていういわゆる晴れと毛でいうと毛の方ですね、が交互に描かれると、はい、でそれがまあ彼女の生活なんだよと、はい、でそれはその非常に晴れやかなものと日常的なものが同時にあるということを書きたくて、この電車に乗ってるシーンから、よというふうにこう動きが同調して別なシーンに飛びますよね。気がつかなかったですね。で、通常その一つの動作を二つのカットに分けてつなぐというやり方を、まあ、アクションカット言うんですね、はい、こういうふうにつなげると非常にいいカットがスムーズにつながると、で普通はシーン替えのために使うわけじゃないんですけれど、パーフェクトブルーではこういうシーンの変わり方、カットのつなぎ方というのが非常に多い。で本来つながるはずのないようなものをかなり強引につないでいくときにこのアクションカットっていうのを対応しております。で実は私大好きな映画でスローターハウス5という映画があります。これはですね、カート・ボネガットという、まあ、先頃亡くなられた小説家の原作をもとに、ジョージ・ロイ・ヒル監督が映画化したもので、この映画の中で主人公というのが、さまざまな時代、過去や過去にいろいろ体験したものや、宇宙人に捕まっている状態、トラルファマドア星に囚われていたりするんですけれど、でそういう本来時間も空間も違うものをこれらアクションカットなどを対応して非常にスムーズにこう一本の流れにしていって、で、そういうようなことをやりたくてそのパーフェクトブルーではアクションカットというのを対応してつないでいると、はい、小物にあふれたミマの部屋が紹介されます。一番安心できるはずの自分の部屋に不安なメッセージが届けられ、ミマは自分が覗かれているかのような不安を覚えます。ミマの部屋ですけど、はい、すごくいろんなものがありますよね。なんか調味料とかもすごいなんか現実感があるんですけど、はい、大変苦労した、シーンです。でもちろん、そうですね、主人公の一人と言ってもいいぐらいこのミマの部屋、はい、後にウェブサイト上にもミマの部屋というのは現れますが、はい、うん、この主人公の霧越ミマが住んでいる部屋の中というのがとにかく重要なので、大変書き込みもしましたし丹念に書いたつもりです。シーン数も多いんでね、はい、ずいぶん何度も何度も書きました。とにかく物が多くなくちゃダメなんだと、いうところでちょっと見てみましょう。とにかくね、その日常生活を描く、彼女はこんな風に暮らしてるよというものを見せるために、非常に小物類等に、着目して見せております。ちなみに、この構図、はい、ミマが熱帯魚を見てると、はい、でこれはパーフェクトブルーの中での基本的な構図になります。見る側、見られる側、これが壊れていくというのがパーフェクトブルーの、基本的な、モチーフですね。つまり熱帯魚を見ているミマを見ている誰かの視点を誰かがまた見ていてというこの見る見られる関係というのが非常に重要になってきます。で部屋の話の続きでした。
はい、何度か登場するような引きサイズの部屋です。でとにかく、物にあふれてなくちゃいけないと。で、後に、よいしょ、これ当時レーザーディスクでサンプルですもらいました。その話ですけど、当時ポスターにも使った絵柄で、はい、こちらが、これは何に寝てるんですかね、全体ですね、みんなは全部小物で埋められていると。ちょっと透けてる部分もありますよね、はい、これはデザイン。そうですね、つまりこの小物っていうのが、要するに日常だと。この日常、を支えてくれているのは実はこの小物なんですね、つまりそのミマっていうのは、このあといろいろ不安になっていく、不安や自分の存在感に疑いを覚えていくわけですけれど、その中でもかろうじて現実につなぎ止めてくれるのがこの小物たちだと。でまとまりないですねはっきり言ってね、全然その統一感のない、色もバラバラですね。そうですね、この後もう何でもちょっとでも気に入れば買ってきたりあるいはファンからもらったものなんかをつい置いてしまうんでしょうね。あ、全然まとまりがない。そうです。でこのまとまりがないっていうのは実はその本人なんですね。本人のその今の、まだまとまりがない、大人にならない、なれないその人格そのものがこうした、バラバラな、小物たちに紹介されて、によってその象徴されていると、はい。で、この部屋の中というのはなかなか描くのが難しくてですね、なかなかこう絵で狭い感じっていうのが出しにくいんですね。で、ずいぶんそのたくさんこの絵を描かなくちゃいけなかったんですけれども、今日は、当時の絵を持ってきました。こういう、こういう部屋の中、それはどの段階の絵なんですか。これレイアウトという段階の絵なんですけれども、それは監督が、これ私描きました。パーフェクトブルーは、全体で大体1000カット、欠番が100カットぐらいあったんで1100ぐらい描いて、1000カット100カットぐらい欠番にしてるんですけど、その1000カットのうち9割型このレイアウトを私が直したと。私ただのマシンとかしてました来る日も来る日もですね、こういう部屋の中のこういうのを描いたと。でですね、ついでですから、よいしょ、こういう、レイアウトに対して最終的にはこういう画面になる。セルです。10年前のセルがまだこのように見られる状態で残っているというのは非常に奇跡的なんですけど、この間発掘されたんです、某場所から某場所から全部出てきました。なんでセルが欲しい人はパンダラケあたりを探ってるとパーフェクトブルーが出てくるかもしれないで本当に当時は、今はねもうデジタルでやってますけれども、当時はまだセルですからのようなふうにしてこう出来上がってるわけです。なんでレイアウトを重視していたかというとですね、なかなか予算が思うようになくて、アニメーションとしての豊かさというのを追求できるような状況ではなかったと、なのでたくさん動かすと当然お金がかかってしまうので、あんまり動かさなくても画面が持つように、構図をきちんとしましょうと。そうすれば随分少ない予算をカバーできるんじゃないかというふうに考えたんですけど、その責任を取らなきゃいけなくなったツケは全て私にあって、なかなか辛いものがありましたけれども、そうですね、普通今劇場で上映されるアニメーションですと、大作だともう20万枚とか絵を使うわけですよ。
すごい数ですね。たったって言っちゃいけないんですけど、3万枚しか使えないっていう。はい、なかなか切ない台所事情。そうですね、かなり少ないです。本当は3万枚でもちょっと使いすぎって言われたんですよ。なんでとにかく絵を大事にしましょう。はい、アングルや構図というものを大事にしていけば、うん、映画としての緊張した空間が生まれるのではないかという作戦でした。うん、それでこのシーンで、はい、ぜひ紹介したいんですけれども、でまあ、ここでファンに渡された、今の部屋覗いてるからねと言われた手紙ですね。で、不安になって外を見ました。私も最初そういう意味の覗いてるってことかと思いました。ですよね。はい、覗いてる、私の部屋を覗いてるのと、ビルのどっかからなんかカメラかなんかで覗いてるのかなと思ってました。それでそこに電話がかかってきてビクッと、はい、でこれがお母さん、お母さんからの電話で、まだ不安なまま出てる。うん、あ、お母さんかと思ってこっち側になる。はい、でこれ先ほどからルールがありまして、窓が見えない側の絵ですよね。これは、はい、これが安心する側の絵なんです。あ、で不安がある時の絵は窓が映ると。あ、そう。そういうルールで一応決めて作っておりました。この後、この後もそのルールは続いておりまして、ここで一度お風呂のお湯がいっぱいになったというところで、お風呂 に水を止めに戻っていって、また戻ってきて、で常にその窓が出てくると不安っていう、それは何か意味があってそうしたとかじゃなくて決まり事を作るため。そうですね、常に窓は、不安は窓の方からやってくるっていうイメージで、考えておりまして、はい、しかも覗いているこの窓っていうのが、覗く覗かれるの関係の中で窓が重要であると。それは窓っていうのは例えば、あ、これもそうですね、無言電話の時ですね。そうです、無言電話が来た時には今度不安になるんでこの窓が映ると。で一応意識してたのがこの窓っていうのが窓の比率が4対3になるように、4対3、つまりテレビのモニターですね。今でこそ16対9のこのワイドサイズが、一般的になりましたけど、当時はまだ4対3ってちょっと幅の狭い昔のテレビの、うん、つまり窓、外に見える窓っていうのもモニターのようなものなんですよと。でその窓っていうモニターを通して見る見られる、うん、こっちから見えるということは向こうから見てるかもしれない、うん、そして、美馬の部屋にあったテレビから別な世界も覗けるし、後に出てくるパソコンもそうだし、実は熱帯魚を飼ってた水槽も4対3でできている比率で言えば、はい、全てそれはモニターなんですよ、つまり見る見られるという関係の映画ですよということを象徴したくて、一生懸命その窓というものを大事にして作っていたという次第です。うん、いろんな象徴が出てきますね。はい、劇中劇ダブルバインドの撮影現場でベテランの役者や裏方に囲まれて緊張する美馬、あなた誰なのというたった一言のセリフを発しようとした瞬間に美馬宛に届けられた手紙が爆発します。ドラマの表舞台と裏舞台と同時に美馬を取り巻く状況と劇中劇が交差してくるというシーンです。はい、ドラマの収録、私こういう劇中劇を映画の中で使うことが多いんですけれども、はい、非常に複雑、映画が複雑になるその要因の一つでもありますね。はい、で、映画としてのお話と、はい、その劇中劇の中でのお話が重なり合ってくる、はい、それによってこう複雑さが増してくるという仕掛けになっております。
でこのドラマの収録現場はなかなかその想像だけで描けるわけではないですから、当時紹介してもらって、はい、とあるドラマの撮影現場を見学に行きまして、はい、で見てきた結果がこのように一生懸命スタッフを描いてる。この辺も随分私一生懸命描いたんですけど、すごいリアルですよね。大体が私が裏方の人間ですから、あの裏方の方に興味がいってるというのが明らかですねこの辺はね、でそのまあ表舞台、この人たちはまあ裏舞台の人たちですよね、はい、で表舞台、裏舞台と表舞台、さっきのカメラマンが見てるのがこれで、はい、中に映ってるのが表舞台の人たちですね、はい、で次にこう表舞台になると。でこれも見てる人と見られるものとのその関係、を、カットの追いながら見せてるわけですね、うん、でこの、裏側の人、表側の人、あるいはその一人の中でも両方ありましたよね、晴れ時計っていうのは。それがまた壊れてくるという映画ですから、うん、まず最初はきちんとそういうものを区別して書いておきましょうと。いわゆるこのパーフェクトブルーの、文法の確認ですね。すごい切り替えが早いですよね、はい、でこう歩き出して、これはまだ裏方が入ってますよね、うん、そしてスッと中にドラマに入るときにはアクションカットでこうつないであげると、シームレスにこう裏舞台から表舞台の方へ入っていけるんじゃないかというふうに考えておりました。光と影とかね、表と裏とか陰と陽とか、正像と虚像っていうそういう二項対立、こういうモチーフは私非常に好んで使うものです、はい、その後千年女優では記憶と現実、東京ゴッドファーザーズでは表通りと裏通り、妄想代理人のその妄想と現実、パプリカの夢と現実というように、大体その2つのものを対比して描いていくと、面白い効果が得られると。で例えば、それぞれが非常に嘘くさいものであったとしても、関係はリアリティがあるっていうことがあり得るんですね、うん、はい、例えば、どんな物体でもこう絵にこう、例えばこれは作り物じゃないですか、うん、ね、こんなものは空飛ぶ、飛んだりしませんよね。でも絵にこれを描いて下にこう影を描くと浮いてるように見えると。でこれも影もどちらもリアリティはないんだけれども、その関係性自体にリアリティは生まれると。これを利用すると、まあ、もちろんなるべくリアリティを持たせようと思って作ってるキャラクターですけど、所詮は絵じゃないですかこれって、うん、で誇張されたキャラクター、デフォルメされたキャラクターを使っても、うん、キャラクター同士の関係性にリアリティが生まれれば、映画の空間というのは、まあ、リアリティを持ったものに変わっていくというところで、その、出てくるものそのもののリアリティを求めることも大事ですけれども、関係性のリアリティを求めるというのは、有効な方法じゃないかと私は考えております。永井君は、はい、ドラマ経験ありますか、はい、初めてドラマに出た時はどんな感じでした。私の時はこんなに一人待ちにされなかったので。チヤホヤされてるんですね。チヤホヤというよりも初めての時は同世代の女の子が周りにたくさんいたので、こういうことにはならなかったですけど、でもなんか照明の感じとかスタジオの感じがすごいよく出てて、なんか緊張するのってこういう時だろうなっていうのはすごくわかります。すごい本当にリアルですねこのスタジオ、すごく取材の甲斐がありましたでも本当に取材に行った時もそれはある意味私の方が今度初めての体験じゃないですか、はいはい、ね、でもすごいテレビドラマの収録現場に行ったっていうのは初めてですから、うん、その初めての体験はやはり生かさないといけないんで、うん、私が目についたものというのが大体ここに反映されているというふうに考えて間違いないですね。で、やっぱりこう違う業界あるいはそのテレビの裏側っていうところで、はい、そこで働いてるスタッフたちへのその共感といいますかね、その動きが非常に、
スムーズに動いているとか、うん、段取りがいいなというようなことを非常に感じて、しかもそのカメラやなんかの動きも実に、うまくこう、うん、段取られているというところが反映したシーンじゃないかと思います、うん、というふうに何でも知らない場所に入っていった時っていうのは、素直に何を見て感動したかとか何が面白かったかっていうのを、画面の中に反映させられると、そのシーンというのが非常に厚みを持ったものになるんじゃないかと思います。はい、パーフェクトブルー講座第1夜、皆さんはどう感じになったでしょうか。この後ミマの前にもう一人のミマが現れ、事件が広がっていくドラマ中盤の解説は第2夜でお送りします。それではまた明日お会いしましょう。